ン C4 行くぞ。騎士団所属の騎士として法や規律を重んじるフレン。彼は素行の悪い若者たちを更生させるべく日夜目を光らせていた。そんなフレンのもとに明らかに不良のような口調でしゃべる若者2人組の情報がもたらされる。フレンは友人のユーリと共に不良の口調を正すため出動するのであった。情報が本当ならこの辺りに不良二人組がいるはずだ。そうでなくともこの近辺には盗賊が多いと聞く。気を引き締めていかないとね。不良ね、そんなに目くじら立てることかよ。正しい道を歩めるならそちらを選んだ方がいいに決まってる。少なくとも僕はそう思っているんだ。まお前らしいけどな。とならなんとかなるだろうよ。なんだ俺らの縄張りで何やってやがる。人々を脅かす盗賊、はい、君たちを見逃すわけにはいかない。否定しろ。無料なんかよりお前らの方が迷惑だな。どう考えても否定しろ。否定しろ。手の腕は余ってないようだね。ユーリ、お前は人の下に磨きがかかったんじゃねえか。やるな。否定しろ。フッフッフッ、やるな。否定しろ。熱帯消波高張力。否定しろ。フッ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 。あいつめちゃくちゃ強いじゃねえか。君たちか。交渉よ。交渉よ。否定しろ。君だよ。情報してよ。お前が悪さしたんじゃねえのか。否定しろ。交渉よ。ダンクのオア。まだまだ。逃がさないぜ。やるな。この人は。
交渉よ。フテンション、聖杯を消した。まだまだ交渉よ。フテンション、フテンション。逃がさないぜ。後半戦勝利、ブーディン、ランク編最初はテンション、交渉よ。テンション、紅白超人かかってこい。これで終わりだ。フテンション、ここでおしまいにするよ。豪剣交流、熱がそう。ユーリ、腕を上げたね。お前こそな、おしまいにしようぜ。やめけ、烈なる刃、無限の闇を鋭く切り裂き、あたなす者をみじんに砕く残光老栄人。大丈夫、情けないぜ。君の背中は僕が守り、フッテンション、悪くないパートナーだと思ってるぜ。交渉よ。フテンション、コールオーまだまだ、フテンション、ランクーケン、フテンション、バカな、まだまだ、まだまだ、フテンション、紅白超人、交渉よ。交渉よ。ダンクーケン、ダンクーケン、テンション、さあ行こう。スパーダ・ベルフォルマだ。いざ尋常に勝負。逃がさないぜ。こんなやつ、紅白ダンクーケン、交渉よ。いざ参る。僕として交渉よ。そうはいかない。品格とはまず言葉から始まるものなんだ。テンション、交渉よ。紅白超人、ランク編、テンション、これで終わりだ。まだまだ、交渉よ。かかってこい。ここでおしまいにするよ。交流、熱がそう。ユーリ、腕を上げたね。お前こそな、おしまいにしようぜ。やめけ、熱なる刃、無限の闇を鋭く切り裂き、あがなす者をみじんに砕く残光老栄人。大丈夫、負けないぜ。君の背中は僕が守るよ。悪くないパートナーだと思ってるぜ。くそ、真面目ぶりやがってよ。いい子ぶってんじゃねえよ。フレンに目をつけられたのが運の尽きだったな。その言い方はどうかと思うな。思いのほか苦戦してしまったね。おいおい、そんな調子で大丈夫かよ。君たちが悪い人間じゃないのは分かってる。だけど人は話し言葉次第で周りのみんなに誤解されてしまうものなんだ。
だからもっと、きちんとした話し言葉を学んでくれ。きちんと話しすぎてそっちのイメージ持たれてもめんどくせえと思うけどな。だよ、お前の相棒の話し方も俺らと大差ねえじゃねえか。いやいや、お前らよりはマシなんじゃねえか。でも貧困法制な感じじゃないだろ。それを言われると